自分の人生は自分でしか変えられない街の姿勢になっていませんか。こんにちは、三浦ひろきです。あなたがですね、本気で、あなたの人生を変えようというふうにですね、思った時にはやっぱりですね、自発的に自分からですね、積極的に、取りに行かないといけないんですね、でやっぱりそういったこう自分からこう成功をつかみ取っていくっていうその姿勢が大切なんですね。で、あなたがですね、こうポケットですね、口をね開いて待っていればですね、成功さんがねやってくるとかね、そういうものはありません。ビジネスはそんなにね甘くありません。で、例えば、私もね、コミュニティを主催をしておりますが、あなたがそういったねコミュニティを、何かね所属をしていたらですね、積極的にですね、自分自身でこう取りに情報だったりとか自分のね必要なものを取りに行かないといけないんですね、で私はですね、やっぱり主催者なので、懇親会の、席とかね、回っていますが、正直ですね、回るのってどうなのかなって思う時もあるんですね。やっぱり自分が、本当にね、もっともっとね情報を取りに行きたいとかね、主催者の人にね話したいとかね、例えばね僕にね話していろんなねことを聞きたいっていうふうに思いがあれば、やっぱり僕は過去のね僕は自分から必ずですね、そういったアクションをですね取りに行って、自分から必要なね情報っていうのを積極的に取りに行っていました。で今もそういうね姿勢っていうのはあるっていうふうにですね思っているんですね、で例えばあなたがですね何かメンターにねこう質問をねしようというふうに思った時に、遠慮する場面もあると思うんですね。あ、今忙しいかなとかね、こんな質問していいのかなっていうふうにね思う時もあるかもしれないんですが、そういったですね心配だったりとか配慮っていうのは不要なんですね。もう積極的に聞いていった方がいいんですね。でいくらね、分からないことだったりとかね、調べてもね分かんないことっていうのは、本当にね遠慮せずにもうとっととね質問をした方がいいんですね、遠慮は不要っていうふうにですね、考えておいてください。でそれで中でには、それでね怒られることもあると思うんですね。例えば、そんな質問をね、してこないでくださいとか、そのね質問はちゃんと調べましたかとかね、言われる可能性もあると思うんですが、それはそれでですね学びだと思うんですね。で結局成功者っていうのはやっぱり頑張っている人だったりとか積極的なですね人っていうのはやっぱりね応援したくなるんですね。でその人も成功していたらですね、そういったガツガツしていたね自分からも積極的に成功をつかみに行ったっていうね時期っていうのは絶対にあるんですね。なのでやっぱりそういった人っていうのは好かれるんですね、なのでそういった部分をね自分からつかみに行くっていうことが非常に大切です。でやっぱりそういったこうね自分からどん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 行ってですね、何回も何回もですねその人に、会ったりとか挨拶をしたりとか質問をしたりとかね時間共有をしたりとかして、ザイオンス効果ですね、単純接触回数で増やして、もっともっとですねこう仲良くなっていくっていうことも非常にね、重要になってきます。でやっぱり結局企業の世界っていうのは自分で餌を、取りに行かないといけないんですね、待っていてもですね餌をくれるっていうのは、ペットの、犬と同じなんですね、なのであなたがですねもっともっとねこうね自由にね、好きな時間にご飯を食べ、好きな時間にね遊びっていうふうにですね、そういったライフスタイルをね、求めているんだったら積極的に自分自身がね欲しい情報だったりとか自分のね餌はね自分で得るっていうですね、その積極的な姿勢っていうのをですねしっかりと持ってください。自分の人生っていうのは自分しか変えられません。あなたしか変えられないんですね。なので街のね姿勢になっていないで、あなたから積極的にアクションをしてください。今回のねお話は以上となります。ぜひですねグッド評価だったりとかコメントもお待ちしております。またですねチャンネル登録だったりとか、あとはですね説明欄にあなたの収入をもっともっと上げるためのですね無料オンライン講座もありますので、そちらもチェックしてください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。